この時間はゲストにお越しいただいております。本日ジャスダック市場に新規上場いたしましたポエック株式会社代表取締役の北山哲司さんです。北山さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はじめにポエック株式会社、御社の事業内容からご紹介いただけますでしょうか。はい、当社の特徴は、社会インフラを支える水と空気のプロフェッショナル集団である。そしてまた技術を見つけて育て生かすをテーマに活動いたしてまいりました。はい、当社の事業は環境エネルギー事業、防災安全事業、動力重機事業と大きく3つに分かれております。3本柱ということですね。そうです。はい、それぞれの事業について説明いたしたいと思います。はい、まず環境エネルギー事業は環境水処理機の販売、修理、メンテナンスを主な事業としておりまして、当社の安定基盤事業であります。はい、その中には当社のこれからの成長期待商品である熱交換器も含まれております。はい、次に防災安全事業は消防機器の販売設置工事を主な内容としまして、成長期待商品である電気を一切使わないそのスプリンクラー消火装置ナイアスはこちらの事業に含まれます。電気不要のスプリンクラーですか。はい、次にですね、はい、動力重機事業は連結子会社でありまして、今から14年前に M&A で買収いたしました香川県高松市にある株式会社サンワテスコにおいて大型船舶エンジン台板の製造を行っております。はい、また9年前に同じく M&A で買収いたしました岡山市のある東洋精機産業株式会社においてはですね、船舶用機械加工部品の製造をですね、主な事業としております。はい、それで今の業績、まあ、現在のですね、業績動向、はい、あるいは今後の見通しはどうなっておりますでしょうか。現在ですね、ポンプの需要が非常に好調でですね、着実な増収増益が続いております。はい、平成29年8月期の売上高は49億4200万円、経常利益は1億8300万円を計上しております。また今期30年8月期は売上高53億9900万円、経常利益は1億7200万円を予定しております。もしは8月期ということですから、これ9月から新年度が始まったという段階なんですね。はい、はい、そうでございます。はい、はい、それでは御社のこの強みですね、はい、社長から見た、トップから見た御社の強みというところはどういうところでしょうか。はい、当社の強みは2つあります。はい、1つ目はですね、メンテナンスです。あらゆる建物にポンプは必須の機器でありまして、工場の場合多ければ100台ぐらい、また街中にある、普通のマンションでもですね、30台ぐらいは使われております。このような、ポンプの需要というのは膨大なでありまして、当社の強みは組織的なメンテナンス体制で広範な地域のニーズに対応できることであります。町の修理業者は限られた地域のみで展開しておりまして、依頼はメーカーがほとんど中心になります。はい、一方ですね、我々当社は幅広い地域で展開しておるためにですね、メンテナンスの依頼はメーカーに限らず、いろいろなところからやってきます。メーカーや工場だけでなく、ビルのオーナーやマンションの管理会社、いわゆるビルメンテナンス会社などでございます。そのためにメンテナンス事業の稼働率は高く安定的であることから、他
他の会社では真似ができない多くの技術者を揃えることが可能となりました、はい。また修理メンテナンスは非常に困難が伴います、うん、それは一つのビルにおいてはですね、いろんなメーカーのポンプを使用しているために、なるほど、うん、修理は各メーカーに依頼する必要があること、うん、またパッと見ただけではどのようなメーカーがか判別がですね、うん、できない、うん、そのために、当社に依頼あればですね、はい、一括してあらゆるメーカーのポンプを取り扱うことが可能であります、うん。ポンプの卸売業者はたくさんありますが、はい、メンテナンスも併用してトータルで全てをカバーできる会社は他にないと考えております。なるほど。2つ目の強みは、はい、当社は、ね、はい、卸売業だけでなくメーカー機能も備えていることであります、はい。その主力商品であり成長期待商品を2つ紹介したいと思います。はい、お願いします。まず1つ目がですね、うん、一切電気を使わない電気不要のスプリンクラー消火装置ナイアスであります。はい、ナイアスという商品なんですね。ナイアスは阪神大震災の教訓によりまして、はい、開発を進めてまいりました、うん。窒素ガスによる世界初の、圧力水槽方式の圧力送水装置であります、はい。2003年にはニュービジネス大賞を受賞、また日本ものづくり大賞も受賞している商品でございます、うん。ナイアスには3つの特徴があります。1つ目が電気水道工事が不要なことであります、はい。窒素ガスの圧力で、放水しますから、うん、災害時に水道や電気がストップしても確実に作動いたします、はい。電気が不要なわけですからね。そうです、うん。2つ目が20分間放水可能なことであります、はい。火災発生から消防車が到着するまでの時間が約20分が、それが20分ですね。そうなんです、うん。その間にですね、うん、放水できる水の容量を揃えております、うん、はい、備えております、うん。最後に3つ目がですね、水槽内の水は非常用にも使用可能なことであります、はい。ナイアスの水槽内の水は窒素ガスで密閉されているために、うん、水がほとんど腐敗しないため震災災害時には非常用水として使用も可能になります。これらが評価されまして南極の昭和基地にはすでに11機も納入されております。消防法の改正によりましてすべての病院有償診療所にスプリンクラー設備を設置する必要があります、はい。これは改正後に建設された建物のみではなくて訴求して全ての建物に適用されます。古くからの建物も必要なわけですもんね。しかし有償診療所の 90% 近くは消防設備がまだ未設置でありまして、ここがマーケットのですね一端となっております。また震災などで電力が供給できない状態でも稼働しなければならない電力会社やインフラ関係昨今の大規模工場の火災などに見られるようにですね、工場においても今後需要が見込められる期待の商品でございます、うん。なるほど。そして、はい、当社のもう一つの成長期待商品はプレート&シェル熱交換器であります。独自の構造で高効率コンパクトな性能を実現いたしました、うん。子会社の三和テスコの溶接技術で従来製品の5分の1の小型化に成功いたしました。小型化によりまして精度の高い
温度管理が可能になりまして、建屋の建築費の削減も可能になりました。今後は地球の温暖化や排熱利用などといった再熱エネルギー事業に需要が出てくると考えております、はい、当社の製品は大気上に気体や液体が漏れないために放射線も含むものや高圧な蒸気なども完全に封印できること、現在市場に 出回っている他社の従来品よりさらに厳しい条件下でも使用ができること、また大きさが5分の1とコンパクトであることなどがこれらの特徴によりまして、発電会社やガス会社など工場、病院をはじめさまざまな場所でニーズはあると考えております。はい、そろそろ時間も迫ってきましたので、最後に株主の皆さん、投資家の皆さんにですね、社長の方からメッセージを送っていただけますでしょうか、はい、こちらがカメラですね。私はですね、はい、経営者というのは5年先、10年先がですね、やはり見通せる、そういう会社の経営者でなかったらいけないと考えておりまして、はい、小さくてもいいから、大企業はまねができないぐらいの製品がどんどん生み出すようにですね、努力をしなきゃいけないと考えております、はい、それから私どもは、もう一つ大事にしていることは、利益を追求することはいいんですが、その半分 50% ぐらいはやはり配当としてですね、これを続けないといけないと、50% 株主に還元すると、なるほど、はい、で私は今過去になりますが、11年間連続で配当をやっております。ここ最近はほとんど 50% 以上配当いたしております、はい、それがですね、株主、それから社員、お客様を満足させることが経営者としては一番大事なんじゃないかと考えております。なるほど、はい、よくわかりました。北山さん、今日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。